ドラワレの館。いやあ、せつなけすけだよ。今回はね、このゲーム、ドラワレの館っていうゲームを実況していきたいと思います。見てみたら、あれって思う方がおると思いますが、そうです。このゲームはね、前に、ちょっと前に話題になった、狼ゲーム。あと、嘘つきゲームの作者さんが作った新しいゲームでございます。このゲームもね、その2作品と同じくデスゲームで、かつホラー要素が含まれているらしいです。タイトルの通り、囚われた、館に囚われた主人公がそこから脱出するというゲームらしいです。やっていきまーす。次からちゃうわ。あ、最初からじゃんこれ。第一章。冷めない悪夢。目が覚めた私は見知らぬ森の中に倒れていた。私、なんでこんなところに？とにかく早く家に帰らなくちゃ。早く家に。お、定番の流れやな。定番の始まり方。あれ？私の家ってどこだっけ？認知症か、お前は。認知症を患ってるか、お前は。必死に思い出そうとするが、なぜかうまく思い出せない。これもちょっとありがちかもしれんけど。きっと突然のことで混乱しているのかな。あ、そうだ、スマホ。スマホを見れば何かわかるはず。そう思い、私はポケットに手を入れた。え、スマホがない。これ預かられてるな、首謀者に。どっかで落とした？傘。すると、スマホの代わり何か入っている感触がある。ん？これは何？薬。認知症を患ってるけど、認知症を抑える薬か、これは。それを飲みなさいって医者に言われてるのか。毎日3回、朝昼晩。精神安定剤。どうしてこんなものが私のポケットに。こんなもの持ってた記憶なんてないけど。うわ、どうした。もうこれは手形。もういろんな情報がどんどん後からどんどん出てきようんじゃないか、お前。この女の子に対しての疑惑がゾウになってくるわ、お前。精神安定剤とか手形とかさ、怪しいもんがいろいろ出てきてよ、お前。どうしてこんな跡が。なにこれ。ねえ、ワクワクさん、これってゴミ？とにかく、誰か一つ見つけなくちゃ。とにかくって言うて、流れ始めてきてきたさ。今ちょっと、内なるゴロリが出てきたぞ、お前。内なるゴロリが出てきたな、お前。見たぞ、俺は。そう思い、私は森の中を歩き出した。チュートリアル移動。スマホ版は進みたい方向に画面をスワイプしたまま押し続けると移動できます。 PC 版は矢印を押して移動できます。ああ、まだ主人公の女の子の名前わからんのじゃ。自分に関することをほとんど忘れてしまい、記憶喪失状態である。自分が誰なのか、なぜ自分がここにいるのかもさっぱり覚えていない。ここは一体どこなんだろう。というわけでね、今言った通り、このゲームはスマホでもできるんで、興味を持った人はやってみてほしいですね。矢印って出たけど、矢印どここれ。あと、狼が引っかいたような跡の出てくるんですけど、これ。はいはい、あ、動いた。まあ、十字キーで動かした方が早いわ、これ。じゃあ行ってみましょう。え？上に行けばいいんか、とりあえず。ただひたすらに上を向いて歩こう。お？おいおい、やばいやつがいるじゃないだ。え、今何か声が聞こえなかった？気のせいだよね。あれ？わあ！あそこに建物が見える。ちょっとあそこまで行ってみよう。こんな不気味なところ、こんな状態で行けるか、本当だ。調べる。
スマホ版を知られないものに近づき、どこでもいいので画面を1回タップしてください。PC 版は調べたいものの近くに行き、スペースキーを押してください。スペースキーらしい決定。大きな門。ガチャガチャ。ガチャガチャ。鍵がかかっている。うわぁ！か、カラスか？びっくりした。ストーリーが進んだ。あと、狼ゲーム、人狼ゲームだったっけ？狼ゲーム、人狼ゲームと、ちょっと忘れたけどさ、狼ゲームか。狼ゲームの宣伝されてるんですけど、これ。狼ゲームだけの宣伝か、これ。よっしゃ。もう、あからさまに光ってるやつがある。さっきまで光ってなかったぞ、お前、これ。間違えた。こっちこっち。エンターキー押しちゃった。ん？これは、壁に穴が開いてる。この穴を通れば中に入れるかも。でも勝手に中に入るのは良くないよね。育ち害。この女の子育ち害は勝手に入ってはいけないってことをね、ここでね、考え始めるからね。もう普通のフリーゲームってさ、そういうこと考えずに入っていく主人公が多いからね。このご時世、このご時世、礼儀正しい女の子です。こんな状況だし、しょうがないか。でも結局入ります。穴をくぐった後も、しばらく森が続いていた。10分ほど歩いただろうか。視線の先にほのかな明かりが見えた。すごい大きい家。でか家、豪邸というかさ、もう一つの町のような感じになってるのやん、この見た目。イギリスあいつの、イギリスあたりの国みたいな雰囲気やな。森の奥にあるその屋敷は静かで人の気配がない。私は恐る恐る扉の前に近づいた。ガン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 ダムガンダム。すみません、誰かいませんか？誰もいないのかな。よう見てた、扉が赤いぞ。せっかくだから俺はこの赤い扉を選ぶぜ。ガンダムガンダム。すいません、森で迷ってしまったんです。留守なのかな。開いたー、勝手に開きました。そしてなぜかワックがピンクの血で揃わりました。そうです、このゲームを作っている作者さんのスタジオわさびさんだったっけな。わさびゲームってあるよね。その作者さんが作ったゲームって血がピンクなんですよ。え？重しい音を立てて扉が開いた。どうした？俺のガンダムっていうのが実は悪パスワードだったん、合言葉だったん。ガンダムって叫んだら開けてくれるシステムだったん。入っていいってことかな。違うと思います。それはなんか誤解じゃないですかね。私は恐る恐る焼けたの中に足を踏み入れた。その扉を抜けると、そこは大きなホールになっていた。しかし電気がついておらず薄暗い。すいません、どなたかいませんか。しかし何の反応もない。すいま、静かにしろ。うわあ、びっくりした。すいません、この館の方ですよね。私、森で迷っちゃって。お前。わあ、イケメンだ。でも月を見てら狼になりそうな見た目してるな。俺の偏見。どうしてここに来ちまったんだ。だから、森で迷って。え？その時、ホールに明かりがついた。もう、手遅れだ。あいつらが目を覚ましやがった。この人、右手に包帯巻いてるあたり、ちょっと感づいとったけど、もしかして12秒の方ですか？ 12 秒の方ですか？なんかそんな気がする。艦隊つけてないけど、12秒の方ですか？それって、どういう？ 12 秒？痛いの？とにかく気をつけるんだ。気をつけるって、一体何を？いいか、このお屋敷の住人は、
かなり危険だ。できればどう危険なのか教えてほしかったんですけど、漠然に危険って言われてもどうしようもないですよね。コツ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 と少々、これ有名な実況者さんが言ってたことで、その時通路の奥から足音が聞こえてきた。俺は隠れる。じゃあな。あ、ちょっと待って。そう言うと謎の青年は暗闇へと消えてしまった。コツコツ骨盤粉砕。その足元は徐々にこちらへと近づいてきている。な、なに、一体何が来るっていうの。もう言わんぞ。そういうしょうもないネタは言わんぞ。コツコツコツ。本当に言う。だー明らかに変なやつ出てきた。おやおや、お客さんもなんで珍しい。な、なにこの人。私はルーム、この役の主人さ。そしてこちらは妻のリーサだ。あ、奥さんめっちゃ美人ですね。奥さん、あ、奥さんめっちゃ美人ですね。若いし、おっぱいおっきいし。あー、お人形さんみたいな感じ。なんでこの主人についてきたんだ。な、ええこの主人めっちゃでかいシルクハットかぶってるけど、身長気にしてるのか。ところでこうやけどにどういったご用件で。あ、あの、私森の中で迷っちゃって。おやおや、それは大変でしたね。そうだ、ちょうど夕食の時間だ。一緒に夕食でもどうですか。いや、私早く帰らないといけないので。ふふ、どうした、いきなり笑って。この人さっきまですごい無表情だったはずなのに。あと顔色悪いな、あんた。お前こんな嵐の中どうやって帰るつもり。嵐、え、嵐、え、ジャニーズ。ザーザーどころじゃないだろこれ。ザーどころじゃないだろ、もうちょい風吹いとるだろお前。窓の外からもものすごい雨音が聞こえてくる。さっきまで雨なんて降っていなかったのに。こんな天気の中でまた森に戻りでもしたら本当に死んじまうかもしれないぞ。そんな。せいせい遠慮しないで。その前に目薬差しなよ。目の周りめっちゃクマできるぞお前。絶対3日2晩徹夜してないパターンのやつじゃ。寝ろ、お前は寝ろ。どうしよう、ここまで言ってくれてるのに断るのも気まずいし。じゃあお言葉に甘えて。おう、そうと決まればどうぞ奥へ。このリーサさんっていう女の人美人やけどさ、この喋ってない時の不気味さ、顔色悪いぞ。は、はい。コツコツコツ。そして私は奥の部屋に通された。もうすぐ子供たちも来るからね。子供たち？嫌な予感が私の体を駆け巡った。やっとご飯だ、もうお腹ペコペコだよ。おう、思ったより可愛らしいな。なんか変な人がいるの。絆愛や、絆愛出てきたぞお前。幼少期の絆愛出てきたぞみんな。ん、だ、誰だこの怪しいやつは。どうやら迷子になったらしくてね。え、この3人君の息子娘たちなの。わあ、全然似てないっすね。子供たちも
なかなか特徴的。親切にしてもらっててなんだけど、この家族不気味しすぎる。確かにそれは否定できない。逆にこの女の子がなんかそんなに特徴なくてさ、地味子になってしまう、地味子になってしまうからね。まだ出てくる。はあ、せっかく今はいいところだったのに。え、ね、猫普通に出てきやがった。ネローニ、また本を読んでたのか。うん、今度は天文学についての本をね。猫と普通に喋ってる。おや、今日はお客さんがいるのか。どこから突っ込んでいいのかわからない恐怖。どうやらオイラの姿に困惑しているようだね。自覚ありかよ。ネローニは私の可愛いペットなんだよ。どっから拾ってきたんですか。ペット？そうなの、ママのペットなの。ネローニはとても頭のいい猫なんだよ。いつもママと一緒にいるので。でもこの猫喋ってる。そんなに珍しいことでもねえだろ。ねえだろじゃないんだよ。ねえだろじゃないんだお前。この家の周りはどういう世界観なんだお前。魔女でもいるのか、あんたが魔女なのか。え、もうそんなことはいいから早く食べようよ。お姉ちゃんがまだ来てないの。まだいるのか一人。まだ怪しそうなやつが一人いるのかお前は。ち、あいつどうせまた引きこもってんだろう。お姉ちゃんはほっといて早く食べようじゃないか。どうしたみんな、お姉ちゃんのことをやけに邪険に扱うな。それじゃ料理を運んでくれ。カチャカチャカチャマンボ。おほほほほ、えらいボリューミーな人出てきたな。このこちらが今日のお食事でございます。するとコックの女性が料理を運んできた。コックがいるなんてよっぽどお金持ちなんだろうな。そうやもんな、この豪勢屋って一つの町に見えたもんな。権力者か。じゃあ客人、遠慮せずに召し上がってください。ありがとうございます。それではいただきます。いただきます。いただきマンモス。誰だ誰だ言いたいんだ今。カチャカチャ。そういうとみんな食事を開始した。この人たち絶対に変だよ、不気味すぎる。そうか、これはきっと夢だ。私まだ寝ちゃってるんだ。そうに違いない。ぷわー、最後やっぱりうめえなあ。割とそういう女性嫌いじゃないですね。お私甘い飲みすぎるとダメだよ。めーめー、うるせえな。私はもっと酒を飲みてえんだよ。でけど引いてるやん、若干引いてるやん。夫さん、お姉ちゃん後で遊ぼうなの。僕もこらこら、チル、マルフォ、客人に迷惑だろ。遊んでくれないの？泣き始めた。ごめん、泣かないで。少しだけなら遊んであげるから。やったー！安くすくなの。ところで、こんな山奥に何の目的に来たんだ。あ、この人よう見たら首のあたりに犬乗っけとんじゃ。大丈夫？首のあたり疲れない？それは私にもよくわからなくて。自分でもわからない。嘘ついてるんじゃないのか。別に嘘じゃないですけど。こらこら、リーグル、そんな風に客人を疑ったら失礼だろ。いや、私は騙されないぞ。
こいつは何か企んでいるような顔をしている。それ言うてらあなたたちの家族も怪しいですけどね。な、何この人、初対面なのに失礼。どうぞ客人さん、お気になさらず。この一番不気味な顔の人に言われちゃどうしようもないぜ。ははあ。おや、全然スープを飲んでないね。どうぞ遠慮せず飲んでください。あ、ありがとうございます。やばい、スープを勧めるってことはそのスープの中に何か怪しいものを入れるな。それじゃあいただきます。やめとけやめとけ。私はゆっくりとスープを飲んだ。意外に美味しい。うちうちの料理はうめえだろう。は、はい。次の習慣だった。ほら来た。ああ、もう定番だもん。ああ、食事をいただごちそうになってスープを飲んだ瞬間に眠れてくる定番だもん。あ、あれ、突然体に力が入らなくなり、強烈な睡魔が襲ってきた。なんでこんなに眠いの。まぶたがどうしても落ちてくる。おや、眠たそうだね。もう限界。どさ、草に紛れてお尻を触る。私はその場に倒れ込んでしまった。目覚めだ。あれ、ここは。私はベッドの上で目が覚めた。私食事してたはずだけど。あ、お前やっと起きたか。うわー。おい、あまり大きな声を出すな。ごめんなさい。あなたはさっきの。お名前はジン。ジン、クロの組織のメンバー、黒ずくめの男か。お前はジン、お先の名前。あなたもあの家族の一員なの。あんな奴らと一緒にすんじゃねえよ。ごめんなさい。でもじゃあどうしてあなたは黒館にいるの。そういう趣味なの。それはっていうか、この館は一体何なの。ああ、いっぺんにいろいろ聞くな。頭がパンクしちまうだろう。ごめんなさい。とにかくあの家族は危険だ。一刻も早くお前はここから脱出しないといけない。危険ってどうして。夜な夜な剣振り回しながら襲ってくるタイプのやつなんか、あいつら。お前もあいつらが異常だってことは気づいてんだろう。それはまあ変わった家族では済まされんような感じやもんな。それじゃあ林が早い。もうお前はいつあいつらに殺されてもおかしくない。殺される。そんな急にそんなことを言われても。めんどくせえな。そんなら直接このその目で確かめてこい。確かめるって何を。あいつらの本当の姿を。本当の姿。今あいつらは1階のリビングに集まっている。それをこっそり覗き見してくるんだ。別にいいけど。どうしよう。でも彼の言うことがもし本当だったら確かめてみようかな。わあ、ここから探索が始まるんじゃ。一緒についてきてよ。一緒についてきてよ。今あいつらは1階のリビングに集まっている。早く自分の目で確かめてこい。ジン、19歳。宿に住む謎の住んでんのあんた住んでんのか。侵入してるとか潜入捜査してるとかじゃなくて住んでんの住人たちから隠れて行動している。少し目つきが悪く口も悪い。出会った当初からなぜか主人公にいろいろと助言してくれる。どういう立場の人なんかな。警察官かな。
ちなみにここは2階だ。1階に行くには廊下の階段を使え。あ、優しいな。見た目に反して優しいな。ベッドが1つしかないぞお前。おい、私とあなたが一緒に暮らすにはベッドが1つしかないぞ。そうか、お前はこの床に寝てくれるのか。優しいな。なこれ、ノート。はあ、よっしゃ、じゃあ行くか。歩くモーションがいいねこれ。なんかちゃんと腕と足がちゃんと交互に動ける感じ。じゃあ行くか。おー、あからさまに部屋の名前を誰の部屋かだ、分かりやすいように書いてくれてる。ここは3階に行きますよ、1階に行きますよっていうすごい配慮もある。ありがとうございます。ここから1階に降りれるみたい。確かリビングの場所はあそこだ。リビングキッチンって分かりやすい、分かりやすいよ。素晴らしい。あとすごいぐちゃぐちゃって演じされてる。サイコパス極まりない。誰を買い取ったんだろう。これに関してはもうシャワーだ。わーい、やったー。残念でした。じゃあ行きますわ。もう総理上、ここがリビングだよね。キー、私はバレないようにそうしたけ扉を開いた。すると中にいる住人たちの会話が聞こえてきた。あの子どうする。そりゃいつも通りさ。じゃあ食べていいってことだね。食べていいだと。この健全そうな女の子の体を俺も混ぜろ。今私を食べるって言った。そしてどうやって丸焼きにして、ちょっと丁寧に切って調理して、それとも味付けを整えて。そういう問題じゃないよ。ママ一人占めはダメだからね。分かってるよ。それじゃあ彼女を襲う順番はいつも踊りくじで決めようか。おう、ゲームだよお前。人殺しをゲームとして楽しんでるだお前。ゲゲルでないかお前。そうだね、プロテインだね。それに早く終わらせてはつまらない。どう殺すかワクワクするな。楽しんでるな、殺しを楽しんでるな。まあそれぞれこだわりの殺し方はあるだろうから、くれぐれも他の人の邪魔だけはしちゃダメだぞ。はーい、それじゃゆっくりと狩りを楽しもうじゃないか。やばい、今のは聞き間違いなんかじゃない。早くから逃げなくちゃ。そう思い私は真っ先に家型の入り口へと向かった。なにこれ。ねえワクワクさん、これ鎖。玄関には鍵がかけられている。そして窓にも鉄格子が設置されているようだ。やばい、このままじゃあいつらに食べられちゃう。すごい声、もうヒッヒッても食べられちゃうってことがわかるような声。これで信じる気になっただろう。早くからここから出なくちゃ、死にたくない。おい、いいから落ち着け。扉の鍵はあいつらがそれぞれ一本ずつ持ってんだ。あ、そうか、お姉さん引きこもりが出ていってないけん、ここに鍵として映ってるんだ。合計6本。つまりここから出るにはあいつら全員から鍵を奪わないといけない。全員から鍵を奪う、そんな無茶な。驚くのはまだ早いぞ。実はその鍵は普通の鍵じゃねえんだ。どういうこと。あ、同じこと言った。気が合うね、お姉ちゃん。同じことを言うね。可愛いね君。あいつらは鍵を体の中に隠してる。なんだその層みたいな、スリラー映画の層みたいな感じ。鍵を出したくばそいつを殺せみたいな、そういう層みたいな、ジグソーのゲームかこれは。裏でジグソーが鍵をかけて糸を引いてるな。お前、このゲームの最後はゲームオーバーで終わるんだろうな。ゲームオーバーって叫んで終わるんだろうなお前。
体の中に。そんな鍵、一体どうやって取ればいいの？安心しろ。こちらに何も希望がねえわけじゃねえよ。さっき立ち聞きしていたと思うが、あいつらは順番にお前を襲ってくる。そう言ってた。その襲ってくる住人は一時交代で変わるんだ。一時交代？ああ、何そのシフト制、何そのシフト制お前。お前それバイトじゃないやけんす。だから一日の間で襲ってくるのは一人だけ。もしその間にその住人がお前を殺すことができたら、そいつがお前を食うことができる。だが一日の間にお前を殺すことができなければ、お前を殺す権利は次の住人に移るんだ。まるでゲームみたい。ああ、これはあいつらにとってはゲームだよ。ひどい。それで結局どうやって鍵を奪えばいいの？こういう時にドラえもんがいたら便利なんだけどな。てててて、てててててて、てててててての部分はあまり思いつかなかったんで言いませんでした。ああ、その話だったな。体内の鍵はあいつらの感情とリンクしてる。お前を殺そうと感情が高ぶってくると、体の表面に鍵が出てくるってわけだ。そうなんだ。シンさん、ジンさんか。ジンさん、なんでそれを知ってるんだ。怪しいな、お前も。なんでそんな情報を知ってる？で、なんでその情報を知っていながらここで放置してる？お前はどういう立場の人間だ？ 19 歳。どうだ？理解できたか？なんとなく。じゃあまず私がすべきことは、その日に私を殺そうとしている住人を見極める。そして殺される前にその住人から鍵を奪わないといけない。なかなか理解が早いじゃねえか。はあ、そうか。殺す順番をまず確かめなあかんのか。どうやってだろう。どうした、怖くて言葉も出ねえか。抱いてる橋は理解できたけど、これはそもそも現実なの？いや、冷静に考えてありえない。やっぱりこれは夢だ。まだ逃避するのかお前は。夢に決まっている。早くこんな最悪な夢から覚めなくちゃ。私少し顔を洗ってくるよ。はっ、そんなことしてる場合じゃねえぞ。いいから、冷たい水で顔を洗えば目が覚めるかも。おい、待て。大丈夫、すぐ戻るから。開いてる。なんで開いてるんですかね。誰が開けたんですかね。誰かいるんじゃないですかね。いそうなんですけどね、ドア開いてるし。わー、来てる。後ろ開けとるぞ。あ、後ろから開けとったぞお前。おい、後ろから来とったぞお前。これってお風呂で遊ぶおもちゃ？チルのものかな。あれ、よく見たらおもちゃに名前が書いてる。今井チル。今井って一体誰だろう。普通の名出てきた。よくありきですよ、普通の名出てきたの。今井ね。来とるやないかお前。普通になんか持ってきとるやないか。金の延べ棒みたいなの持ってきたやお前。うわっ、びっくりした。どうした、扉が勝手に閉まったのか。閉められたんじゃねえのこれ。どうせ夢なんだから。早く顔を洗って目を覚まさなくちゃ。そこまで逃避するか君。洗面台だ。ここで顔を洗おう。そうすれば目が覚めるはず。私は目の前にある鏡を見つめた。きっと夢だよ。これはきっと大丈夫だよ。だったら木本さくらなんだけど。バシャバシャバシャーボブレイズキック。ふう、これでやっと目が覚め。来た、後ろから来たやつかこれ。うわー、どういう喋り方だ。
6人のうちのドイツの喋り方だ、これは。何あなた。振り方がちょっとオタゲじゃないか。オタゲっぽいし、振り方するな、お前は。お前はここで終わりだ。さあ、さっさと加えろ。これも夢？いや、違う。やばい。逃げなくちゃ。どこに？逃走。敵に触れるとゲームオーバーになってしまいます。敵に触れないように逃げてください。また逃げながらアイテムを入手して敵を倒すことができる場合もあります。わーちょっといきなりすぎませんか。